こんにちは。今日はビアードパパの商品を買ってきました。ビアードパパの季節限定イベントシュート、サンマルクカフェチョコクロを食べます。最初はビアードパパから食べます。いただきます。まずはラフランスシューを食べます。パイシューとクッキーシューで作ってもらいました。中はたっぷりクリームが入ってます。ではパイシューからいただきます。おいしい。といってもね、まだサクサクの生地とクリームをほんの少し食べれただけなんですけど、ラフランスのいい香りがふっと入ってきて、もうなんかそれだけで美味しいです。すっごいラフランス感強いですね。うわ、美味しい。クリームにね、小さいけどラフランスの果肉も入ってます。クリームはね、ポテッとまろやかな感じなんですけど、そこにラフランスのフレッシュな風味と華やかな香りがプラスされることで、今まで食べたことないシュークリームですね。そしてこの安定のサクサクのパイシューですよ。シュークリームを食べてるんだけど、ラフランスの味が強いので、生のラフランスを食べてる時のような、そういう贅沢感があります。美味しすぎる。とろっと口の中で溶けていくクリームと、中の果肉もしっかりラフランスってわかるので、もうね、なんて言えばいいんだろう、口の中が幸せで満たされます。次はクッキーシューで食べます。クッキーシューに変更するときは粉砂糖がかかってないです。クッキーシューってなんでこんなに美味しいんだろう。このね、上のクッキーの部分が一かじり目もそうなんですけど、噛んでる最中もカリカリサクサク美味しいんですよね。これ本当に美味しい。もうね、かじった瞬間からふわっとラフランスなんですよ。シュークリームだからね、もちろん甘いんですけど、フルーツの甘さが加わってるからか、全く嫌な感じがしないですね。特別な贅沢な味はするけど、何個でも食べれそうです。ほんとね、いろいろ兼ね備えてますね。まったり感もあるし、濃厚感もあるし、フルーツのフレッシュな感じもするし、ポテッとした感じもあるし、トロッとした感じもあるし、美味しすぎる要素をギュッとひとまとめにした商品だと思います。初めから大絶賛してしまいましたが、ビアードパパいろいろ食べてきたけど、私の中ではかなり上位に入る商品ですね。本当に美味しい。次は恐竜のガリガリ卵シューを食べます。中にはカスタードがたっぷり入ってます。ではいただきます。ビアードパパって本当にクリームがたっぷりでって言いたかったんですけど、ちょっと今回少なめなのかな。まだね、クリームかじれてないです。あのね、まだね、クリームかじれないんですよ。あれ？でもね、生地はザクザクで香ばしさもあって美味しいです。次こそね、かじれると思います。美味しい。このザクザク生地がとっても美味しいんですけど、やっぱりね、中のカスタードクリームと食べると最強なんですね。とっても美味しいです。イベントシューばっかり食べてて、普通のカスタードって最近食べてなかったんですけど、すっごい美味しいですね。とろっとして滑らかで、卵感もあるけどちゃんとバニラ感もあって、本当に美味しいカスタードクリームです。これね、私の保存方法が悪くてこう偏ってたんですね。お尻の方にね、クリームたっぷり入ってます。溢れちゃいそうなので逆さにして食べます。本当にビアードパパのカスタードってバニラ感、ミルク感、卵感、全部がちょうどいいバランスなんですよ。中がカスタードだからだと思うんですけど、恐竜の卵の方が甘く感じると思います。でね、ずっしりなんですよ。さっきは頭から食べたから、今度お尻から食べます。
本当に嘘つけなくて申し訳ない。クリームまたかじれませんでした。あれ？やっぱりね、偏ってる。私がちゃんとこの状態で保存しなかったからだ。クッキーシューはカリ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 ってクッキーの部分が甘くて美味しいんですけど、卵ちゃんはザク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 香ばしい感じです。これは1個が結構ずっしりしてるので食べ応えもあります。今ね、ここカスタードフィーバーゾーンですね。たっぷり入ってて美味しいです。この生地の食感はね、ずっとあり続けてほしいぐらい大好きです。やっぱり今年も恐竜の卵美味しいです。ザクザク食感が好きな方は絶対ハマります。ビアードパパ最後白を食べます。中はこんな感じなんですけど、生地がもちっとしてます。わあ、すごいすごい。ではいただきます。あ、美味しい。なんか前より美味しくなった。白は何回も改良されてるみたいなんですけど、以前食べた時に感じた生地の卵臭さがそこまで強く感じないですね。中のフロマージュクリームはチーズ感はかなり弱めですね。ミルク感の方が強いです。だけどね、甘さもくどくなくって、というかむしろ控えめで濃厚なんだけどさっぱりしてます。うわ、美味しい。でね、生地に塩気を感じますね。完全にしっとりさせたポンデ形状を食べてるような、そういうもちもち感がありますね。やっぱりね、この生地の塩気がなんとも絶妙なバランスを保ってますね。プリンも卵卵してるプリンあるじゃないですか。さっき私が言ってた卵臭なんですけど、苦手な人だとね、やっぱり感じちゃうかもしれないですね。全体的にヒヤッとしてもちもちで美味しいです。このままでも美味しいんですけど、ブルーベリーソースとかイチゴのソースかけても美味しそうですね。後味キュッと塩気で締めてくれるからね、全然口の中がくどくないです。なぜだかわからないけど、以前食べた時よりもぐっと美味しく感じました。次はサンマルクカフェロイヤルミルクティーチョコクロとチョコクロを食べます。まずはチョコクロから食べます。トースターで 1,2 分焼き直ししたものを食べます。おいしい。クロワッサンの表面はパリパリしてて、中とってもしっとりです。でね、チョコレートはね、表面は焼きチョコのような感じなんですけど、中はトロトロでビターテイストのチョコレートが美味しいですね。サンマルクカフェのチョコクロ久しぶりなんですけど、こんなになんかペニョンというかしっとりした感じなんですね。一口噛んだ瞬間、バターの香りがふわっと広がって、もうすぐに濃厚なチョコレート、美味しすぎる。一瞬は完全にチョコレートで口の中支配されるんですけど、後から生地の塩気が追いかけてきて、ついついもっともっとって食べたくなっちゃうクロワッサンですね。クロワッサンサクサクというよりも、何層にもなってる生地がパリ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 って感じですね。でも中とってもしっとりなんです。このたっぷりのチョコレートが生地ギリギリまで入ってるのもありがたいですね。チョコ
ところやっぱり美味しいですね。次はロイヤルミルクティー食べます。ロイヤルミルクティーも焼いてきました。これはね6月の商品で、もしかしたら今日も7月1日なので入れ替わってる店舗もあるかもしれないんですけど、私が行った店舗ではまだ販売されてました。それではいただきます。この気品あふれる紅茶の香りとミルクのハーモニー、とっても濃厚で美味しいです。生地がパリって飛ぶぐらいパリパリしてます。チョコレートがねまとわりついてくるくらい濃厚ですね。ミルクティー味のチョコレートって初めてかもしれない。とっても美味しいです。そしてねチョコクロよりも甘く感じますね。パリパリにしっとりに濃厚なチョコレートたまらないです。もしかしたら7月から入れ替わってる店舗もあるかもしれないんですけど、もしミルクティー残ってた場合はぜひお試しください。ごちそうさまでした。ビアードパパもサンマルクカフェもどっちも美味しかったです。皆様もぜひ今日から発売のものもありますので食べてみてはいかがでしょうか。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。さいな。 Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。高級紙濃厚牛まれそば、出来上がりはこんな感じです。いただきます。もうね液体ソースをかけた瞬間からお肉のいい香りがするんですけど、卵黄ソースをかけて食べるとねソース自体は甘じょっぱい感じなので、すき焼きを食べてる感じに近いですね。味はねやっぱりまれそばだけあって濃いめですね。味濃いんだけど塩辛い感じとはまた違うかな。でもね、これをおかずに白米食べれますね。麺はね、太麺でもちもちというかもうムッチムチです。甘じょっぱのちょいしょっぱい強めのすき焼き味ですね。本当に美味しい好みの味です。